さんこんにちは。トムソーヤに来ました。何ですか、いかにもそれの説明をしたそうな感じですけど。かわいい、遊んで遊んで子供、これはあの AI を仕込んだ遊んでほしい。動いてますね。今トムテンの一押しです。いきなり一押し進む。そう、もうね、これはあの先月かな、まだ売り出されたばっかりのフォロっていう、フォロ FOLO フォロフォロフォロくんですね。なんとこれあの自分で障害物を避けたり、うん、6本足に避けたり、あとあれこうついてきたり、センサーでついてきたりする可愛いロボットですね。こうやって表情もあったりね、見る表情も、あ、遊んでくれないからほら拗ねちゃいました嫌われた嫌われた。あ、もうダメです。もうダメ、自分でスイッチ拗ねて落としちゃったから。でこれはあのお店の方でサンプルっていうか、可愛い彼をこの箱の中で買ってますんで、ここで買われています。ほらですね。でこれもまた、あ、お、なんか動き出しました。すごいのはこれついてきた。お、障害物があるけど、ほら、かいちゃん嫌われとる逃げられよ嫌われてる。ほらほら、落とす詐欺やおかしいな。怖がられてます。あれ、手洗ったそこ臭いかも手が臭いね、かわいい。自分でこうやって器用に動きます。これまたすごいのが、なんとあの3800円なんです。自分で組み立てないといけないけど、うん、3800円で組み立ててください。はい、またまたこれはあのこのメーカーさんは福岡の会社なんですよ、地元の。ほう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 、太宰府の会社の。ああ、頑張ってますね福岡。そうですね、これは超、そこのメーカーさんも超おすすめされてました。うーん、どんな感じで作るんですか。なんかプラモデル系。プラモデル、出栽でもできるからそこまで難しくないけど、難易度は一応5ですね。難易度 5? 私できるかな。工作時間3時間3時間。マスターグレードとどっちが難しいですかね。パーツ数はこっちの方が少ないかもね。なんかこの機械仕掛け系がちょっと私苦手なんで、そうそうそう、ここが難しいのかな、ね、モーターとか入ってんですか。モーターももちろん入ってますね。モーターとセンサーと、モーターとセンサー、なんか新しい感じですね。ぜひこれはまだずっとほら、ずっと瞬きしてます。瞬きしてます。瞬きしてるのはどういう意味ですか。また、お、来るか。来た。はい、はい、手が臭くない証拠です。これはあれや、別のモード、障害物を置いてます。全然避けて、あ、避けたこれにお掃除機能をついてたら最高です。あ、本当や見た目もすごい可愛いでしょ。そうですね、なんですっけ、チャッピーじゃなくて、ウォーリー。あ、そっちそっちそっち、ね、ディズニーのウォーリーに見た感じ。暖房に扱わない優しく扱ってあげてくださいごめんなさい来ること持ってゴールデンウィークにトムソーヤに来たらホロ君に会えます。じゃあホバートラック納品します。ホバートラック、まあ一生懸命作ってた。そうそう、リッチでピュアな濃厚ビタミン。お
これ違います。肌に優しい30代からの。これは別の関係のないシールが今。そっちに磨いた。開けたらね。ギリギリのサイズで入ってるんで、あ、ブランってなった。大丈夫？ブランってなるんですこれ。なるっていうかカポってはめなきゃいけないんですけど。しましょうか。これは大丈夫。それは両面で貼ってるだけです。取ります。ちょっとこれ持っとってください。かっこいい。ヘアブラシなし。ヘアブラシなし。成形色。違います。缶スプレーと。あ、缶スプレー。缶スプレーと、ちょっと待って、これ入れるのすごい集中しないと割れるんです。ホープって書いてある、うん、かっこいいでしょ、うん、怖い。何回これでバキって言ったか。わ、ほんと折れた、うん、これも両面テープがついてる。それもつけました。テープでくっつけると、いやいやいや、ここのこ、あ、ごめんここにあのこれが折れないように固定しとっただけです。そうか、持ってくるためにそれははめるだけの。そう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 、おお、かっこいい。ホバートラックかっこいいでしょ。成形色はグレー。成形色はグレーでしたね。これを両面で引っ付けてます。じゃーん、ジャパン。すごい、ジャパン。質感が、うわ、ここダメージもちゃんとね。そうです、これはあそこのグラインダー、どこでしたっけ、ファンテック、ファンテックさんのグラインダーで頑張った。ようやく傷とか、はい、この辺も削ってなんかちょっとやられた質感出してるんですよ。あ、本当や。弾痕の跡とか。これ弾痕の跡、うん、全部グラインダーで、ね、はははははやりました。ここら辺削れてたりとか。もうでもやっぱ使い勝手は良かったですか、グラインダー。そうですね、重たくない。あ、本当。そうそう、結構メタル製のずっしりした感じはあったけど、あの、なんていうんです、こうガンタイプじゃないから、あーはーはー、こうでいけるので、ただパワー全開だとこう持っていかれる感じがするから、パワーがありすぎて、うんうんうん、そこだけ気をつければ全然女子でも余裕でした。細かい作業もできる、はい、ね、歯医者さんみたいなね、あれは精密な、うん、いっぱいこういろいろなんです、パーツ変えれるし、ね、あれが良かったけん、このダメージがね、かよちゃんでもできたとか言ったら、いや、また非難浴びるかな。いや、そんなことないそんなことないです。あ、本当に下が漏れなかった自分があれ使いやすい、ね、上手くなったって勘違いできるような勘違いできるほどの、はい、やりやすいですね。ちょっとやらしい言い方がね。そんなことにあの最初タミヤのリューターが、あ、トリガー式の自分で作るやつ、うん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 、あれで頑張ってやってたんですけど、パワーがないよね、途中で、はい、だからあれを貸していただき、なるほど、できました。あれは手軽さで言ったらね、やっぱり1800円でいいから。1800円でしたっけ。1800円、そう、まあ、電池式でモーターですもん ね。ただ先っぽが少ないから、はい、変えなきゃいけない、はい、かっこいいっしょ変わらなくてこうしたら綺麗やろ、これが綺麗に撮れるんやろ、これが綺麗だ、ケチばっかつけられるけど、ね、鑑定されてます。え笑い方が気持ち悪いけど、ケツや2万って言ったよ。後ろ裏はあんまり見ないでください。なんでね
裏は見ないでください。手抜きの裏は手抜きしてるのがバレるから見ないでください。見えるとこだけ頑張っただけです。あ、でも綺麗ですね、出来上がりがね。本当ですか、うん、ヤブラシを使わずに。ヤブラシなしで頑張りました。いやいや、だからそのヤブラシの以外の良さがやっぱ出とるね。筆塗りだからこそやね。筆じゃない、筆じゃないんですよ。何なんだよ。メインは缶スプレーを使って。缶スプレー、はい、ベース塗った後に、あれ何でした、ウェザリングカラーで上から塗って塗って塗って、あのあれも使いました、ウェザリングカラーの新しい3色。あーはーはー、何でしたっけ、何カラーやったっけフィルタリングするやつ。そうそうそう、フィルタリングカラーか。あれも使ったので、ジャーマングレーがベースなんですけど、ジャーマングレーにあんま見えんでしょ。グレーっぽくないね。そう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 、そんな風な感じで。でしかもあれは薄いから厚塗り感がないのでとてもいい。これでも本当にあれはね、筆の感じの良さが出てる。缶スプレー下地に塗っとっちゃろ。そうです、うん、いいでしょ。要するにウェザリングしてるからやね。ウェザリングも強調されてるから、やっぱこうスプレーの感じが出てない、ね、いいこと言いますね、のんちゃん。だから要するに筆の感じの方が強い。感じとしてはね、筆塗り系な雰囲気出てます、うん、よかった。しかもあのそのなんです、なんだったっけ、マルチアーチ、ウェザリングカラーを重ね塗りすると色がこう混ざっちゃうじゃないですか、うん、それを防ぐために途中で水性のつや消しスプレーを振るんですよ、うん、それを間にかませて、色が混じり合わないようにするっていう工夫がこの作品に。ワンコートをして。そうです、うん、コートの上からまた別の色を重ねるっていうテクニック。そうです、テクニックっていうのかな。まあなんかちょっと、ね、混ざらないように。そうです、ずるするために考え抜いた私のずる賢いテクニックです。重ねてる割にはね、もうエッジが効いて。そうですか、よかった、ね、もうのんちゃんなんかもうこんな体勢どういう意味かなどうでもいいよみたいになってきた。いやいやいや、そんなことないですよ。そんなことないですか、うん、ちゃんとよかった、ちゃんと綺麗にさせていただきたい。よかった、うん、というわけでゴールデンウィーク中に飾っていただけますかね。どうですかね、社長。いや、どうぞどうぞ無理やり大いに場所を提供してあげてください。あげてください、一言になってもというわけで皆さんに、はい、見ていただく場所に、はい、今日は、何日ですかね、5月2日でしょ、うん、3日、もう今日飾りましょう。飾ってもらえるそうなので皆さん見に来てね。バイバーイ。